はい、第2回目ということで、はい、今回あのマカにね、出てくる登場人物をちょっと歴史的に解説しながら、まあ、できればその人が出てるドラマとかね解説して、よりこうこのマカのキャラクターを身近に感じてもらうということになります。今日もアシスタントはこの方。ああ、クロージス君、ボンジュリー君、青山です。イエーイ、よろしくお願いします。ということでございまして、前回ね、やっぱ主役の鶴姫、鶴姫電機工房瀬戸内水源ね、どちらかとそっちに力が入ってしまう、なかなか香ばしい感じにね、力点が、はい、今回は、まあ、本当にあの歴史上の、まあ、確実にいるという人物でございます、はい、しかもこの鶴姫伝説の中にも出てくる、はい、末高房、あの主にこう歴史上は末春方という名前で知られています。そうそう、高房っていうのはね、どっちかというと我々だけの、我々だけで高房と名乗った時期があるんだけど、うん、その後名前を実は変えているので、その時の名前が今の歴史上では語られている。で、まあ、あのこの末高房さん、魔界では明選手が、ね、演じておりますけれども、うん、あのこの末高房さん、また大内家、大内義隆という人物がいまして、久一さんですね。そうですよ、神楽坂と巻の真の姿誰も覚えてない。そうなんで、中にね、あのそれを明らかにした一回だけなんだよね。そうだ、その後彼は突然と姿を消してしまった。そうですね、どちらかというと白塗りのおじさんと認識されていない。あの末、大内をしたい、大内家というのは、あのもう古くからの名門で、うん、まあ、このいわゆるこう中国地方の一番大きな西国の覇者、大大名で、末高房というのは、まあ、そこの大内家の、まあ、重臣、まあ、重役だったわけです。で、ただの重役ではないのは、あの彼はもう幼き頃はですね、美少年、ものすごく美しい少年だったわけですよ。で、そのお父さんが、末興房という方なんですけども、まあ、その、まあ、大内家の、その嫡男だった、ね、吉高さんに、この自分の息子をですね、まあ、故障としてつけていくわけですけど、うん、この二人がですね、なんと恋仲に落ちてしまう。おお、なるほど、なかなか香ばしいね。戦国時代ならではで、ね、関係性を持つわけです。で、まあ、当時、まあ、例えばあの織田信長の森蘭丸なんかね、まあ、そう言われていましたし、古くあの後では徳川綱吉とね、柳沢義康、そこも同じような、もともと恋人関係 でその後、まあ、恋人関係はなくなったんだけども、まあ、でも、ね、お互いの体を知っている、体を知っているってちょっと濃密な ね関係性があるか、まあ、ちょっと普通じゃないよね。そうですね、もう日がなく昼も夜も一緒に過ごしたなかなか信頼関係ある、はいはい、まあ、通常こう美しい人、そんな武勇に優れるわけではないんですが、この末高房というものすごく武勇に優れている。だからこう、大内家の中でもですね、まあ、いわばこう文官じゃなくて武官ね、あの武部、はいはい、もう軍団をまとめる軍団長だったわけです、うん、ちなみに末高房という名前はこの高の字あるでしょ、はいはい、これは義高の高から。そういう、なるほどね。そうそう、当時はだから結構その、なんていうの、名前を渡す結構あるわけ。織田信長、徳川家康、信康ね、これは信の字を渡して、あのそういうこうお話があるで、大体そうなんかこう仲違いしたりこうすると名前を変える、うん、そういうことある。だから、まあ、大内家は高つく名前の人めちゃくちゃ多いわけ、うん、まかで冷泉高豊、おー、ね、優しい、宮本優子さん、冷泉高豊という人も高し、はいはい、字を使うわけ。だから、結構あの名前をこの大内義隆が出して、うん、末高房の存在によって大内家はものすごくどこの戦場でも勝っていく、うん、で彼はですね、日の本一の侍だと、うん、かっこいい言われたわけです。ここはかっこいいね、うん、でも戦国時代の中でこの力をどんどんつけていく彼の力。ところがですね、大内義隆さんという人はどっちかというと雅な人、文化が大好きな、うん、でもう京西、西国にこう西の京都を作りたいみたいな人で、こうあのどん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 そうこうなんですかね、雅な武器を入れていくわけですよ、う
うん、そうすると当然大内義隆さんの周りはどちらかというとその雅な人が溢れているわけです、うんうん、そうすると、まあ、脳筋の、武官たちはですねだんだんと遠ざけられていく、あーかわいそうそんなわけです。でも末高福さんも漏れなく徐々にこう、まあ、体の関係もなくなってね、はあ、それが原因かどうかわかんないちょっとこう距離がでまあやっぱりこう戦国武将なんで末高福さん以下のメンバーっていうのは、まあ、どちらかというとこう元内家の旗をね京都に建てたい、うん、大内義隆を天下の主にしたいみたいな形がでこれで尼子氏という、ねうん、もうその隣境にある猛将がいるわけです。そこと戦いをこう始めていく。ただもう大内をしたかってくるわけですね。そんなことやらなくてもいいんだよ。もうちょっと雅を楽しみたくなっちゃってる。雅でいいじゃないですか、ね、何やってんだと、なんでお前たちは戦うんだと、やばんなみたいな、この時にひっそりと大内家に仕えていたのがこの尼子と大内の間で揺れている毛利。このね、厄介厄介時代だね。このまあ言えばこうなんていうかな、王将というか、はかりごとのね高い人がこういるわけですよ。で、まあこの後ですね、だんだんこの二人の関係が悪くなって、その関係をですね、さらに悪化させる事態が起こります。それはですね、この大内家の中にですね。まあ、そのなんて言うんでしょう、新しいこう勢力が出てくるわけです。相良という人物、相良武人というのかなっていう人物がある。これがちょっとこうまあ、よくドラマであるこの主君に取り入って、なんかいい感じにしようぜみたいな、はい、人が出てくる、はい。これは文官の人、はい。この人はもう、まあね、多分こう、自称で言うとそんな悪い人物ではなさそうだという。もうまあ、この彼の存在によって、まあ、大内義隆が軟弱になると見るわけですよ、ね。で、武断派と呼ばれてね、こう人たちが、まあ、内藤さんというね、まあ、大中心です、まあ、これと末高さん組んで、この相良の暗殺を思い切りましたね、結構。そうそうそう、まあ、まあ、要は大内義隆が憎いわけではない、相良を排除すればいい、はい、ということで、相良排除に動くんです、これ失敗するわけですよ。まあ、失敗するんですけど、結果的にこの失敗したことで大内義隆がこれを当然攻めるわけです、ね。なんでこうするんだ。これで高房としてはもうなんか、まあ、精神的にはこれもう俺ダメじゃねえみたいな。で、何を考えたかというと、やるしかない。もう大丈夫なんですか、その舵の切り方は。大丈夫なんですか。そうそう、やるしかない。ということで、これがですね、うん、西の本能寺の変と言われた、大明治の変と言われた、もう主君を裏切って、でもまあ、無断派の連中ってのがいるわけだから、はい、みんなこう、もう、行くぜ、もうあんなやつ、ぼかっていうと、みんな、うわー、集まってきたわけです。大内義隆の場合、まあそうですね、武力を使う人いないから、うん、結局孤立するわけで、大明治にみんなが襲いかかるわけ。だから、まあ、なんか、 かつて愛し合った二人がですよ。そうか、切ない形になるわけです。で、攻め込んでもうどんどんその大内義隆の人間を裏切っていくわけです、はい、大内義隆は最後に一人残って、まあ、最後死ぬんだけど、この大内義隆をたった一人だけ裏切らなかったわけです。それが冷泉隆、冷泉隆というのは一人で、まあ、この大内義隆とも末高さとも仲が良かった、うん、けども俺は裏切らないと言って、まあ、ここ韓国を受けながらも全身に矢を浴び、一人で大立ち回りに立って、たったの腹を縄文的にかっさばいて死んだ。かっけー。その時こう冷静の血が流れたところ、冷静坂という坂が、かっけー。ちなみにそれを演じた宮本優子君は、かつて同じような広島で冷静坂をバイクで激走して、広島機動隊と戦った、広島機動隊とたった一人で立ち向かったというね、逸話を残しております。どういうことなんだよ。この話をした時に、もう宮本選手はもう、僕は演じる縁にあったんだと
という話も。だけどこれ面白いのは、実は末高橋さんとこの明さんは偶然ですよ。実は血がつながっているんです。最初に、話をして、まあ、オファーをした時に、こう末高橋さんこういう人ですって言ったら、実は調べてみると、もちろん 親戚とか遠い、親戚ですということで、ものすごく、それもすごい素敵ですね、なんかね。かたやね、レーゼー高田君も同じ坂で激闘をやり合ったやり合ったというこの逸話が残るわけです、で、まあ、末高橋さんは結局で大内義隆を殺して、ただね、この大内義隆の子供の息子をね、殺してしまう。これね、諸説あって、本当は末高橋さんは息子は殺すつもりではなかった、でも、まあ、手違い殺してしまうことになる。この子供の名前が千代丸。そうか、恐ろしいね魔界のこの結構入り組んだ、なんか今想像しちゃった。千代丸は実は偶然です。私はそれを知って千代丸ですけど、偶然小説を書こうとした時に息子千代丸って言うじゃん。ちょっとするなんかで、高橋さんは結局その大内家を潰すつもりがなかったんで、この辺りも結構ね、あの信長以降の秀吉とかと結構似てるんだけども、別のところから、まあ、あの仮のね、大内を継ぐ吉永さんかなっていうのをあの連れてきて、こいつが主君で、僕はまた隠しますみたいな感じでやってるわけです。で名前も高房という名前を捨てて、それはるかで、まあ、たかの字を変えそうか。なるほど、そっか、それで変えるのか。そうです。で、彼はじゃあどうなるのかっていうと、その後ですね、これもあの魔界の、ね、夏の宴であったんですよ、厳島の戦い、これまたあの、戦国の桶狭間、西国の桶狭間、海の桶狭間で、戦いで、こう厳島にこう大軍を、あの毛利が裏切るわけですよ。まあ、そういう高さ、毛利を殺すと。ということで大軍をね、厳島に集める、ただね、この時に末高橋さんの一つミスが、毛利はもうそのままもうやられるんじゃないかと思っていたわけですけども、この時にですね、ひっそりと毛利方に願いがあった海の武将です。それが村上武吉です。いやー、そう村上水軍が毛利方に使うんですよ。で、大嵐の日に毛利の村上水軍と共にですね、あの完全油断した厳島に嵐の中上陸して、そして末高橋さんは末高橋はここで討ち死にをする。無念の討ち死にをして魔界に転生する。いや、でもなんか生き様ちょっとかっこいい、生き様かっこいい、だから体育会系のね、鬼のこうね感じがする。でちなみにこのじゃあ、作品ね、テレビ作品としては、この間話した釣り姫伝記瀬戸内工房編では、これね、まあ、これも調べたから、龍大輔さん、男前のね、すごい個性派俳優ですよ、龍大輔さんが演じている。で、もう一作ありまして、これがですね、大河ドラマ、1997年 NHK 大河ドラマ大ヒットしました、モーロン。これを演じたのは陣内。で、大内義隆を演じたのは風間徹さん。風間徹さんと陣内さんのね、バディだったんです。まあ、陣内さんね、この時。また陣内さんも年上だったと思うけど、なんか雰囲気的にはその大内義隆と宮城なんですよ。もう最後にこう亡くなったんで、なんとも言えないこう話になる。そうなんですよ。こういうシーン。まあ、毛利元就は割とよくできた片岡鶴太郎さんですね、NHK の中では、まあ、いわゆる古い岩盤 NHK 大河ドラマファンをしっかりつかんだ、作品でございます。そんなにこう違和感がある、おやおやというものはあまりない、逆に言うと面白くもない普通の作品、普通って言ったらダメだね、多分ベスト10に入ってるんじゃないかな。非常にこう毛利元就という
どちらかというとね、まあ、みんな名前は戦国は知ってるけど、そんなメジャーでもない、人を取り上げた作品でございました。富田康子さん。富田康子さん、どうしてんだろうね。どうしてんだろうね。そんな身を案ずるほど近い人も。全く知り合いじゃないですけど。あの中、まあ、主役は中村慎介さんです。はいはい。ね、まあ、いろいろ笑いの中から慎介さんですね。出られた作品でございます、はい、松原千秋さんね、あと割とこうあの演技派で固めた感じが加瀬大衆さんですよ、うん、っていうような作品でございました、特にそれ以外はあの面白みじゃないなんかそういうなんかさっきこの前言ってた自己作みたいなのはなく、非常によくできた完成度の高い歴史、はい、やっぱりこう全てがね、鶴姫電機にやっぱ寄せられてしまってる全てが全てがこう寄せられて凝縮されてしまってるなかなかね、こう比べ方が難しいです、まあ、そうかそうか、その陣内さんの末高さはすごい良かった、うん、イメージですよ。だから風間徹さんもなんとなく一緒のこうなんかイメージがある、まあ彼は全く違うね人、うん、まあ、ただ生き様としてはこのそれこそ海のお寺様、西の本能寺、あるところが中四国の方が戦うというのはね、非常に深いございます。ということで、第2回は末高さん、はい、取り上げたんですが、いろいろ考えてるんですが、第3回で誰にしようか、でもセットのうち全部した方がいいよねということで、ちょっと時代は遡りますが、はい、春選手演じる藤原の杉田、おお、やってみましょう。藤原氏は歴史の教科書でも見たことないです。住友もまた超絶面白い人なんで、そうですね、高橋さんは今日学んでいただいたことで、高橋さんは文化系とそりが合わないと発表しましたね、はい、はい、ということで、今回の、枕の歴史、はい、第2回の末高橋さんに終わります、はい、終わります、ありがとうございました。どうもありがとうございました。